三好くん健康スイッチはまだ切れてないですか？この前なんか遺伝子検査、腸内フローラの検査とか意識受けたんですけど、はい、自分のそう体が分かる、あ、そういうことだったんだ。橋下三好のラジオブー。じゃ朝のなんかルーティンないの？朝のルーティンですか、うん、やってることとか。え、もううん、ルルのお世話ですよ。あ、ルルちゃんね、はい、ルルのお世話。もう一式床拭いて、うん、なんかルル部屋があるんですよ。床拭いて、うん、もうなんかペタ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 汚してるから、はい、拭いてトイレシーツ変えて朝ごはんあげて水変えてっていうのがもうルーティンです、うん、ルルね。そう、結構時間かかるでしょ。そうで、あの麺屋に取ってあげてっていうのがもうルーティン。ルルのルーティンです。ルルのルーティン、ね、早く起きねえかなと思いながらね。そうそうそう、ご飯まだかなって待ってるルルのルーティンっていう。そう、でも私はもう最近ちょっと花粉はやっぱあるのかなと思って、花粉症、秋花粉ね。そう、今日もだってくしゃみしてたもんね。うん、くしゃみ止まらない、止まらない。なんかちょっと違ったな、うん、何人、何人、止まらない、止まらないよね。うん、秋って何の花粉だ？秋ね、ブタクサ。あ、ブタクサとヨモギとかね。杉とかはいつですか？杉は春かな。あ、そうそうそう、だから秋はね草系なんですよ。いや本当になんか肌荒れしないかって心配です。今だからみんななんかズルズル言ってんのは、僕はもう、うん、この人は蓄膿症か花粉かどっちかなって勝手に思ってね。友達もずっと鼻水ズルズルで、来た花粉、そうアレルギーの薬飲んでてみたいな。しかもアレルギーの薬飲むとお酒飲めないんですね。そう、私お酒大好きだから、うん、これ飲めないのはきついなと思って、はい、薬も飲めないんです。薬飲め。どっちかというと薬飲んだ方がいい。お酒飲むよ、薬飲んだ方がいい。本当ですか、うん、いやお酒飲んで酔っ払ったら花粉症がちょっとなんか分かんなくなる。アルコール消毒みたいな。そうそうそう、じゃあ違う、ダメダメダメ。花粉症きついから、はい、まあ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 、そんなとこでいきますか。お願いします。橋下三好のラジオ部、皆さんこんにちは。こっちですよ、岩倉さん。あ、ごめんなさい。おしんちは。こんにちは。見えてますかね。はい、失礼しました。そう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 、カメラもね入ってるですよ。そう、すぐ忘れちゃうの。忘れちゃいます、ね、うん、いやもう全然もう間近でこんなところで撮ってもらってますけど、忘れちゃうって言いながらも今1台2台3台4台5台入ってますね。忘れちゃうのはプロ意識が低いですね。おっと、来たよ。いきますね、流された。橋下三好のラジオ部、部長の橋下三好です。木曜日夜9時にラジオという部室に集まり、みんなでゆるっとトークをする、そんな時間をここでは過ごしましょう。今夜もよろしくお願いします。お願いします。そうですね、まずはお知らせです。10月の22日の東京 FM リスナー感謝祭で公開収録をやります。いやー嬉しいですね。いやすごい、前も言ったけど、いや10月22ね、ねえ、何をねやろうかなってまだちょっと決まってないんですけど、決まってないですね。何やる、楽しいことやりたいですよね、うん、なんか会場に来ている方から直接なんか質問とか、なるほど、ね、質疑応答みたいなね、うん、質疑応答ね。はい、すいません。そうそうそう。何がいい、はいっつって、はい君みたいな、うん、はい、何歳ですか。24歳です。あ、いいじゃないですか。はい、次君。いいじゃない、いいじゃないですか。趣味は何ですか。いいじゃないですか、いいですか。楽しそうですね。楽しそうだと、みんなでやりたい。そこまでなんかすごい前のめりなファンの方が来てくれたらいいんですけど。いいですね、確かに。結構私のファンの人ってね、なんかおしとやか、や優しいしね、ね、うん、優しい方も結構多いので、ちょっとね緊張して無理だと思うので、うん、なんかね事前にこう紙とかにね、うん、書いていただいて、それになんかこう読むとか、そうもういいですよね。いいですね、もう参加型ね。そう、参加型でやりたいですね。そう、確かに。あとはね、50音トークとか前回面白かったですよね、収録して。あ、そうそうそう、皆さんね面白いよって言ってくれて ね、うん、ね、のキーワードをみんなからもらってトークするっていうね。あ、なるほどね。楽しそうじゃないですか。うんうん、言ってください。うんうんうんがいいですっつって、はい、うん、うん、のエピソード、はい、うん、え、終わりじゃない。ない。くだらねえ。めっちゃくだらない。でもいいじゃないですか。みんなに聞いてね。あとね、じゃんけん大会とかね、プレゼント企画、楽しそうじゃないですか。イベントといえばのじゃんけん大会。え、めっちゃ楽しそうですね。みんなが立ってもらって。そう、私がこうメインで。じゃんけんポンって。いきますよーって言って。うん。楽しそうじゃないですか。え、勝った人なんかもらえるのかな。え？な？え？あげないの？じゃんけんだけして終わり？いや、勝ち、あげる、あげる、あげる、何あげるか決めてないけどね。何がいいかな？何がいいかな？チェキとか？じゃあ、いいんじゃん。え、チェキとかくれんの？チェキとか、まあ、うん、欲しい人がいたらあげる。じゃあ僕のね。あ、え、岩倉さんの？じゃんけん一番負けた人、僕のチェキを罰ゲームで。でも欲しがる人もいそうだな。いいわ、いいわ。
ないです。はい、まあそんなこんなでね、はい、なんかとちょっと楽しい企画をね、うん、考えていますので、よかったら皆さん10月の22日、はい、はい、東京のあのタワーレコですね、渋谷、うん、はい、そちらに会いに来てください、うん、でですね、はい、はい、今日もねカメラがありがたいことに入ってます、うん、危ない危ない、気抜くとこだった、危ないいつも気抜いてるというか、うん、あの忘れてるんですよ、本当にシンプルに、そう、なんか忘れちゃうの、そうだね、ダメですよ本当に、なんかこう、そうそうね、そうなんです、車の中でなんか話してるのと一緒になってるから、なんかピケーとしたの感は、でもその私あのマネージャーと、うん、そのモデルのそのなんだろう、仕事行くまでの車の中の会話みたいな、うん、そうラジオにしたくて、うん、岩倉さんを、はい、こう入れたんですよね。そうそう、ゆるくね。そして思ってる喋っちゃって、ごめん。二人三脚で。二人三脚でね。めっちゃ出てくるやんみたいな。めっちゃ出るよお前。すいません。で、そうなんですよ。トラベル TV では過去の回から抜粋して映像がアップされているので、よかったらそちらもチェックしてみてください。めちゃくちゃ面白いですよ。やっぱ、うん、映像になってこう見るとね。うん、新鮮、そして新鮮だし、うん、表情も見れるから、そうね、そうそう、楽しんでるっていうのがね伝わるかなって思います。これね、実際にリアルなこのそのままの、ね、はい、声もいいけど、たまにその映像もね、そうなんですよね、そうそう、見るのもいいかもしれない。よかったらね見てほしいですね、はい、なんか朝とか、まあ、仕事行く前、学校行く前のなんか準備中とかね、流しながらこう、うん、ね、やってもらったりとか、いいですよね、お風呂入ってる時に見るとか、あ、いいですね、めっちゃ良くないですか、半身浴、寒くなってきたからね、ね、え、半身浴します、半身浴、お風呂って何分ぐらい入るんですか、でも私20分以上浸からないんですよね、15分未満です、未満、へー、じゃないとなんかお肌が乾燥しちゃう、あ、そうなんだ、って思っちゃう、そう、逆になんか水分が出すぎて、うん、なんか肌荒れするイメージがあって、あ、じゃあそんな入んないんだ、だから長く使っても15分、なお、え、お風呂は出た後よくさ急いで化粧水つけてねってよく言わない、うん、あ、つけます、急ぐのあれ、はい、急ご急いでください、はい、行き急いでください、常に行き急いで気がする、わかります、私もめっちゃ行き急いで生きてるわ、ね、生きてる、はい、ということでね、はい、今回はですねメッセージをね読んでいきたいと思います。ちょっとねメッセージ読むの久しぶりな気がしますね、はい、うん、はい、いただいてる質問などにもね答えていきます、はい、東京都ラジオネームラップさんからです。いつも楽しく聞いています。9月の終わりから急に涼しくなった気がします。季節の変わり目に体調で気をつけていることってありますか？秋服にチェンジしましたか？とのことです。確かにね、うん、私季節の変わり目めちゃくちゃ体調崩しやすいんですよ、ね、まあ、みんなですよね、多分みんなですかね、うん、結構多く聞きますね、うん、今最近体調崩しました、ね、みたいな人はよく聞くな。確かに、でももうあの私ちょうど、まあ、収録している段階なんですけど、うん、昨日ノースリーブ着てたんですよ。夜が寒すぎて、うん、はい、いやさすがに長袖なんだなって思いました、うん、今日結構長、今日ニット着ます、ニットにアウター着てません？着てます、めっちゃやばいですよね昨日との差が。今日ワンピース、今日ワンピースです。ニットの黒のワンピースに、これだけだと意外になんか風を通しちゃうから、はい、電車の中とか寒いんですよ、うん、あ、そうなんだ、お店の中とかカフェとかも寒いもんね、ってなっていつでも脱げるアウターをもう着てきてるんですね、はい、うん、そのアウターでもあれですね、すごいショート丈ですね、はい、そうなんです、流行りのでね、こういう話をしてるとね、うん、想像だけだとどんな服着てるか分かんないじゃないですか、はい、そういう時にトラベル TV を見てください。お、見える、見えた、コーディネート見えたかないいね、見えるよ、モノトーン、そうで私ね秋服でも、うん、たまたま昨日ノースリーブだっただけで、うん、私秋服あ8月から着てるんですよ。いや着てたね、そうジャケットとか全然8月から着てて、なんで8月から着てる、いや外歩かないから、あ、まあまあ、中寒いかな、そうずっとなんか基本中で仕事とかしてるじゃないですか、うんうんうん、だからなんか寒すぎて冷房が、はいはいはい、で8月ってまだ結構冷房ガンガンじゃないですか、そうそうそう、本当になんか冷房に弱くて、まあ、8月から秋服は全然着てましたね。寒いよね、確かに寒い寒い、着てる着てる、でこれさ、うん、体調こうさ崩しやすいけどなんか気をつけてることあるんですか？確かに、なんだろうな、でもなんかまあ毎日朝起きた時って、うん、自分の体調一番分かりやすい時じゃないですか、うん、あ、ちょっと今日寝起き悪いなとか、うんうん、あ、今日ちょっとだるいとか、あ、めっちゃ今日すっきり目覚めたみたいな、うん、なんか毎朝起きた時の自分、うん、なんか観察して、うん、あ、今日ちょっと体調悪いんだなって思ったら、うん、なんかあんまりギアを上げすぎないように、なるほどね、そう
節制して過ごすとか。なるほど。じゃあ調整しながらしてるって感じですね。朝一自分を見つめるってことですね。まあそんな感じですかね。だから季節の変わり目って絶対に来るし、何をこう気をつけていいか分かんないじゃないですか、うんうんうん、毎回。じゃあなんか春から夏にかけて暖かくなる、うん、で今だと暖かいからなんか寒くなるっていうあれで、どうやって気をつければいいんだと。そうだよね、うん、でまあ根本的にね、やっぱり食事運動とかの生活習慣はやっぱりちゃんとしてお、うん、おくと、まあ、いいのかなみたいな。睡眠もね。そう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 。だしなんかやっぱちゃんと寝れてない人って、うん、体が疲れてないって聞いたんですよ。この今の現代、うん、頭を使うことは多くて、うん、なんか疲れる人多いんですよ、うん、社会人とかも結構頭使うじゃないですか、うん、デスクワークとかで、はい、でも体が疲れてないんですよ、動いてないから、運動してないから。だから運動をするとなんか 寝やすいみたいな。なるほど。だからほんと30分ちょっとだけ坂道ウォーキングするとか、うん、まあ、走るとか、うん、それだけでなんかちょっと寝つきが良くなるって聞いて、そう、体をみんな疲れさせた方が睡眠の質が上がるって聞きました。やろう。そう。やろう。確かに。って聞きましたね。健康にもいいしな。そう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 。ってな感じですね。確かに走りやすくなったしね。今ね。涼しいからね。涼しいからちょうどいい。なのでちょっとね、生活習慣も正してみてください。はい。では次、東京都ラジオネームモリピーさんからです。三好くん、岩倉さん、こんばんは。いつも楽しくラジオ聞いています。三好くん、健康スイッチはまだ切れてないですか？僕もこの春に就職のために上京してきてから、なかなか時間を作れず、健康スイッチ一旦切れてしまっていたんですけど、先日のラジオ部で三好くんが改めて健康スイッチを入れたということで、僕も今少しずつ頑張り始めています。毎日続けてる健康エピソードですが、僕がまだ二十歳になったばかりの頃、三好くんの影響で始めた酵素玄米生活を今でも毎日続けています。すごいすごいね。今は普通の炊飯器で炊いているんですけど、いつかは三好くんや松木ちゃんと同じ酵素玄米用の炊飯器も買いたいと思っています。これからも三好くんをモチベーションに健康生活頑張るので、一緒に頑張りましょうとのことです。いやー、めっちゃ嬉しいですね。二十歳になったばかりの頃ね、3年前とかからですね。 3年間ね。確かに私ももうずっと酵素玄米なんですよね。今も続けてます。あ、ずっとずっとですね。まあ、外では白米食べたりするんですけども、うん、家だと基本酵素玄米しか炊かない。酵素玄米ってそもそも何？玄米の中に小豆とお塩をちょっとほんのに入れて、うん、3日間寝かせるんですよ。3日間寝かせる。で、1日に 2,3 回ぐらいこうかき混ぜて、はい、そう、保温で寝かせるっていう。じゃあ小豆とかのなんか作用でなんか酵素が活性化されるんですよね、はい、ちょっとお赤飯に近い味が。あ、なるほどね、うん、でも玄米って結構固めだったりパサついたりってイメージあるじゃないですか、うんうん、3日間寝かせるんですごいもちもちなんですよ。俺食べたことある。これ橋下がおにぎり作ってくれた。 そう、あれが酵素玄米おにぎりだよね。そうです、そうです。ちょっと紫っぽい色の。 そうです。それを食べるとお筋良くなったり。なるほど、ね、あとはまあ普通の白米食べるよりかは太りにくかったりとか腸内環境が良くなるんですよね。なるほど、ね、そう。なのでまあ簡単に取り入れやすいじゃないですか。確かに。そう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 、一番大事だしね。そう、それを続けてるのがすごいですね。で、私も結構周りの友達とかに勧めてて、うんうん、最近も友達が2人私の買ってる酵素玄米買ってくれたりとか、うん、松木とかもね、あの引っ越し祝いで2年ぐらいもっと前か3年前とかに酵素玄米用の炊飯器があるんですよ。すいません、私も使ってる、うん、それをプレゼントしたりとかして、松木ももう酵素玄米ずっと食べてますね。ちょっと、おい、おい、酵素玄米が酵素玄米詰まった。水水飲んでください。なるほどね。そうそう。健康の話をしてるのに不健康な人が健康詰まってしまった。詰まった。なるね。そう、酵素玄米で炊飯器も酵素玄米ラボってところのやつを使ってて、普通の炊飯器で炊くとなんか浸水しないといけないんですよ、うんうんうん、こうお水にこうお米を何時間かつけておくんですけど、うん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 、でも酵素玄米の炊飯器だとそういうのもいらずにそのままもう普通のお米のように炊けるっていう。へー、簡単なんですよね。なるほど、ね、っていうので毎日しげられるからいいの。確かに酵素玄米、私一時期やっぱりそれこそ健康スイッチ切れてた時あったんですよ本当に、はい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 、なんかラーメン食べに行ったりとかめっちゃしてた時あったし、はいはいはい、まあ、今でもラーメン好きだから
酔っ払った時とか食べたくなるんですけど、基本的ななんかこう毎日の日常生活で健康スイッチがもうほんと切れてて、はいはいはい、もう食生活とかも全然チャランポランみたいな感じだったんですけど、うん、また最近それこそ前に言ったみたいに健康スイッチが入ってからずっと今も入ってて、うんうん、この前なんかあの遺伝子検査とか、まあ、血液検査、あと腸内フローラの検査とか意識受けたんですけど、はい、まあそれといって何か大きな問題はなくて、うんうん、ただやっぱりその生活習慣がやっぱ検査の結果に出てて、運動不足、あ、出るんだそれ、出てますね。なんかいろいろなこう数値があるんですけど、はいはいはい、なんか運動が不足だとあの筋肉量とかカルシウムのなんか量とかがなんか数値が低かったりとか、うん、なんかいろいろあるんですけど、確かになんか代謝が悪いっていうのも出てて、うんうん、あと何だったかな、食事が偏ってる、あ、出るんですね、めっちゃ出ます。で偏ってて、うん、だからなんか何々の栄養が足りないとかが出るんですよ、はいはいはい、で遺伝子検査の方はこういうのが太りやすいっていうのがあって出てくるんですよ、うん、こういう運動が向いてるとかで、私は糖質が分解されやすい体だったみたいで、はい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 、なんかダイエットってなると糖質制限とかあるじゃないですか、うん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 、で私は分解しやすいから糖質を体に溜め込まないタイプなんですよ、だから糖質制限のダイエットをしても痩せにくいですよ、はい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 、むしろ糖質制限ダイエットをしちゃうと私みたいな人がなんだろう代謝が悪くなっちゃうんですよ、はい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 、なるほどね、そうそうそう、で私が一番何が太りやすいかっていうと脂質なんですよ、脂質が分解しにくい体で脂質を溜めやすいんですよ、だから私がダイエットするなら、うん、なんか脂質制限のダイエットが向いてて、脂質制限って何をやめればいいの？例えばですけど悪い油、お肉を焼いた時に出てくる油だったり、ね、ラーメンの上に周りに浮いてる油っていうなんか悪い油が油、ね、結構あの腸内とかにドロッとなんかへばりつくんですよ、そういう悪い油って、うんうんうん、だからなんか溜まっちゃって、でむしろ逆に良質の油は取った方がいいんですよ、私は。良質の油、例えばオリーブオイルとか魚の油とかなんかあるじゃないですか、はいはいはい、いろんな良質、アマニ油とか、うん、そういうのは積極的に取らないと、そういう悪い油がドロッとへばりついちゃうから、うん、そういう良質な油はそういうなんか余分なものをなんか流してくれるみたいで、うんうんうん、そうそうっていうのが分かるんですよ、遺伝子検査で。なんか今まで結構炭水化物とかを太ったなと思ったら抜いてたんですよ、でエネルギーがなくなっちゃってこう体力なくなっちゃったりとかあったけど、うん、あ、そういうことだったんだと思って、なんかこれからちょっと太ったなと思ったら脂質を制限すればいいんだって、油物、めっちゃいい検査だね、揚げ物とか、そう、根本的が分かるんだもんね、そうそうそう、でやっぱなんか家族で遺伝だからみんなそうなのかなと思うと、うん、みんなそれぞれ違うんですよ、なるほど、そうっていうのが分かるから、なんか皆さんなんかダイエットで困ってたりとかうまくいかないなと思う人は一回遺伝子検査とか受けてみればいいんじゃないかなと思って、受けてみる、自分のそう体が分かる、うん、こういうものを摂取した方がいいとか分かるし、うん、こういう運動が向いてるっていう、なんか有酸素が向いてる人がいれば、なんか自重トレーニング、うん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 、無酸素とかが向いてる人がいたりとかが分かるので、詳しく一回自分の体を詳しく知って、うん、でそれに向けてこう改善していく根本的にっていうのがなんか目指すところ、そう健康スイッチが入りましたねっていうね、なんか今そう最近そういう検査を受けましたっていう話でした。なんか気をつけてることあります？健康で。俺に今健康な話がするでも朝走ってるとか言ってたじゃないですか。そう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 、僕でもね、コンビニのご飯をなるべく食べないかも。あ、食べないですね。そう、でもなんか遺伝子検査はしてみたいなと思った、うん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 、だから効率よくなんか健康になれるなと思って。そう、しかもなんかお口の奥の粘膜をくるくるして取るだけなんですよ。あ、そうなの。そう、それでわかるみたいで。なるほど、簡単じゃないですか。やってみようかな。うんうん、なんか全然安くでもなんかあのオンラインで購入できたりもするみたいで。で郵送したりとか、でそれを知ってこれから健康スイッチであれをやめてこれを取ってみたいにやっていこうとか、改善していこうみたいなんでサポート今してもらってるんですよ。すげえ。そうっていうね、だからちょっと皆さんもよかったらなんか受けてみたらいいんじゃないかなって思いました。あとね、酵素玄米はおすすめです、本当に。いいね、酵素玄米。そう、ではではね、ちょっとお時間がやってきたんで締めますね。はい、なんかまだまだ喋れそうだから喋っちゃいそうになっちゃう、うん、今まだ2つしかね言ってないもんね、まだまだいっぱいあったけど、ね、そうなんですよ。次回に、はい、この後 OD プレミアムの更新もあります、今回からプレゼントがね新しくなります。
今まではね、私がね GR のカメラで撮った写真について語ってたんですけど、うん、今回からね、私のサイン入りチェキをね、すごい抽選で1名様にプレゼントいたします。サイン入りチェキですね。ね、チェキのプレゼントとか私初めてなんですけど、ちょっといいですね。いいですね、はい、それもサイン入りだからね。そうです。で、ちなみにプレミアムの中で発表するキーワードを書いてメッセージを送らないと当たりませんのでご注意ください。月額500円かかりますが、ぜひ登録してこのように1枚のプレゼントをゲットしてください。橋下三好のラジオ部、次回は10月の19日木曜日の夜9時、ここに集合だぞ。またね。放送玄米はおすすめです、本当に。